文部科学省初等中等教育局私学館教科調査官の安部京子です。これから学級目標、学級生活づくりについてお話をさせていただきます。今日は学級経営の充実、年度当初の学級経営、学級目標をつくる、学級の組織づくり、子供たちが自らより良い生活や人間関係をつくる、 このような内容でお話をいたします。さて、学級経営。先生方は学級経営、何を大事にしてますかどの先生にお聞きしても、学級経営はとっても大事ですっていうんですね。実は、学級経営については、学習指導要領の総則にこのように書かれています。学習や生活の基盤として、教師と児童との信頼関係、 および児童相互のより良い人間関係を育てるため日頃から学級経営の充実を図ることでは学級経営にはいろいろあるけれども一番の基盤は先生と子供の信頼関係子供同士のより良い人間関係を育てることということがわかると思いますでは学級経営って具体的にどんな内容があるでしょうか基本的な内容として 学校の教育目標重点課題等に対する基本姿勢そして学校における教育過程の実施ですから例えば授業でえこういう教材研究をしていってとか板書はとか子どもに合わせたこういう資料を作ろうなんていう授業経営も学級経営の一つなんですね。それから学級といったときに例えば掲示物などのそうした環境経営 安心安全な過ごしやすい教室を作るそれも学級経営なんですねそして学級といったものは集団ですですから学級における集団経営それも学級経営になりますでもたくさんある中で一番の基盤は先ほども言ったように先生と子どもとの信頼関係および子ども同士のより良い人間関係を築くことがとても大切になります そして学級経営は意図的計画的に行うということがとても大切なんですね子どもたち同士が学校に来て互いを尊重するそれによって豊かな学びにつながります例えば国語などで3人組で意見交換しますねその時にただ意見発表しているだけでは学びが深まりませんなるほどこういう考えがあるんだとか こういうことも素敵だな。あだったらこれはどうかなこれはどうなのなんていうように子どもたちがあったかい人間関係やお互いを大事にする支持的風土そうした共感的な学級の雰囲気があるからこそ学びは深まっていきます。ではどうしたらそうした子どもたちの関係性が作られていくかそれは多様な集団活動を通して互いに支え合い 認め合う学級にしていくことが大事なんですね。学級経営の充実を先生方が図ることはもちろん大切なこと。でも子供たち自身がこんな学級生活作りたいなとか、こんなふうに友達と過ごしていきたいなっていう思いを持って、学級活動において自発的自治的な活動を充実を図ることがとても大切になります。詳しくは学習指導要領の 第6章の特別活動編その辺りもご覧くださいでは年度当初の学級経緯について少しお話をします年度当初どんな子たちかなこんなクラス作っていきたいな多分先生方はいろいろお考えだと思いますやはり子どもたちのそうした出会いの関係づくり大切ですねそして今日のテーマにもある学級目標をどう作るの 学級というそうした子どもたちの生活の組織をどう作っていくのかより良い生活や人間関係を作っていくそのためには自発的自治的な活動である学級活動1をどう実践していくか例えばこうした学級会どんなふうにやるのかなとか仲を深めるためのこうした集会活動とか係活動こんな実践が大切になってきます。 ある学校では、話し合いの進め方を掲示したり、子どもたちが学んでいったりして、自分たちで自分たちの生活を作っていく、そういう経験を深めています。では、年度当初の子どもたちとの出会いの関係づくりの工夫、どんなことが考えられるでしょうか。私も学級担任だったときに、例えば自分の自己紹介を工夫したり、またはまず私の知り合いの先生の中には得意なことを披露したり、 また自分も毎日黒板に子どもたたたちへのメッセージを書いたりししましたそんなふうに自己紹介や子どもたちへのメッセージなどいろいろ工夫していくことによって「あ今度の先生は面白そうだな」とか「あ今度のクラスは楽しそうだな」とか「これからの学級生活楽しみだな」なんていう思いを子どもたちが持てるようにすることがとっても大切です。それによって子どもと 先生方との神話的な関係そしてそれを積み重ねていくことで信頼関係が築かれていきますでは学級目標どんなふうに作っっていったらいいたらでしょうかそもそも学級目標といったものの前に学校の教育の目的について少し考えましょうこれは教育基本法第1条にある言葉です。教育っていうのは 人格の完成を目指す平和で民主的な国家および社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成なんですね。じゃあ人格の完成って知・位体の調和が取れてそして自己実現を目指す自立した人間を育むことが大切になります。学校に目を向けてみましょう。年度当初、はい 校校長先生が学校の経営方針とお話をしますそれは何のため実は学校教育目標の実現という一番大切な目指すところがあるんですね。ですから学校教育目標の実現のために例えば学年の教育目標を作ったりそして今回お話しするような学級の教育目標を作っていったりするわけなんですね。学級のそういった目標ももちろん どんなふうに作っていいいくかやり方はいろいろあると思います。大切なのは先生の好きな言葉で作ってしまうとか誰かが言った「あその言葉かっこいいね」なんていうようにして簡単に決めてしまうのではないということ子どもたちの思いや願いこんな何年生になりたいなとかこんな学級生活作りたいなとかそして同じように学級担任の先生もこんな子たちになってほしいなこんなふうになってほしいな でも、子どもたちを育てていくためには保護者ととの連携ももっても大切ですよね。ですから保護者の方の願い「みんなのためにこんなふうに思ってくれてるんだね」とか「みんなにこんなふうに期待してるんだね」なんていうことを子ももたち自身が知ることもとっても大切です。そしてそれをもとにそうした思いや願いを生かして学級目標を先生方がまとめていきます。 もちろん学級の合言葉とかキャッチフレーズのように子どもと一緒に学級会等で話し合って作っている先生もいると思います。こうして学級の教育目標として考えていくときには学校教育目標をもとにして作っていくことが大事なんですね。年度当初にはこれを目標を作るだけじゃなくてどんなふうなことを頑張るかということも決めていくと思います。 今年の目標、今年度、学習と生活とか、その他とかってやっている学校も多いですね。その時に子どもたちにただ書かせると、例えば教科、なんとかの教科を頑張るとか、友達と仲良くするみたいな、ほんわりした目標になりがちです。ですから、大切なのは、こういう学級生活作りたいなとか、こんなじ何年生になりたいな、 その実現のために自分は何を頑張るかということを具体的に決めてて目標を立てることなんですね。そのためには学級活動3の何年生になってなどの効果的な指導も求められますさあ次に学級の組織づくり学級の組織ってどんなところがあると思いますか、まあ、一番先生方が考えるのは、まあ 座席をもとにした生活グループですよね。よく一班さんとか二班さんとかやっていきますね。それから、当番活動。この当番っていうのは、日直や給食当番や掃除当番じゃあ、当番っていうのは何なのか。まあ、どの学級にも、ほとんど日本全国、どの学校にもこうした当番活動があります。これは、学級生活が円滑に運営されていくために、 学級の仕事を全員で分担してる。ですから給食当番などは班ごとに、今年は今回は一班さん、次は2班さんが給食当番などのように順番にやっていくでしょうし、掃除当番をいつも同じ人がずっと1年間やって、やらない人がいるなんていうことはないですよね。そのように全員で分担して、全員で担当して、みんなでより良い生活を作っていくっていうのが当番活動です。 それから学級会はいつもやりたい人が司会をやるとか、ね、何か代表の人だけが進めていくのではなく学級のみんなが司会や黒板記録そういった司会グループなどの経験をしていくことが大事ですですから計画委員会というものを順番で例えばまずはこの人たちまずはこのグループなんていうように組織を作っていくことも大事です それからとっても大事なのが係り活動ですね。係り活動って言うと先生方はどんなことをご自分でも経験したかと思いますけれども、これまで教職を経験されている方はどんな係りを作っていきましたか？まあ係り活動と登板活動と何が違うかなって言うと、係り活動は共に学級生活を楽しくするために子どもたちが仕事を見出して、創意工夫して自主的実践的に取り組むもの。 例えばこれはある学校さんの朝の歌のリクエストボックスです。ミュージック係さんみたいなものがあったんですね。当番と何が違うのか。一般さんはこの仕事、二般さんはこの仕事ではなく子どもたちが自ら作っていく。ですから学級活動の一で、学級会で話し合って決めることがとても大切。まあ、ただ、えー、子どもたちの経験がいろいろある場合には、去年どんな係だった そうか、じゃあ黒板係だねみたいに子供たちの経験だけで決めていかないでどんなことが必要かなどうしたら学級生活が楽しく過ごしやすくなるかななんていうように事前のね先生方のそうした声かけ等も必要になってきますそして先ほどから学級会で話し合ってなんて話もしましたが学級会の経験って子供たちによってちょっと違うかもしれません そうしたときに年度当初にぜひ学級会のオリエンテーションを実施してください。例えば学級会って何なのかな自分たちで自分たちの学級生活や人間関係をより良くするために話し合うそしてみんなでやることを決めてみんなで実践してそして改善していくそのためには何について話し合うかが大事ですね。 そうしたより良い期待をどう選定していくかとかみんなで決めていくときにどうやって決めていったらいいのかなどのいろいろな仕方の共通理解を図っていくことが大切になります。自分たちの学級生活人間関係も含めてね自分たちでより良いものにしていこうそういう意識を高める第一歩になります例えば年度当初であれば 学級編成会をした学級さんも多いですね。その場合、どうぞよろしくの会などの実践をすることが効果的です。互いを知り、仲良くなるための取り組みや工夫を学級会で話し合う。例えば、どうぞよろしくの会。お互いのことを知るために、どんな自己紹介したらいいかなとか、じゃあ仲良くなるために、ゲームをみんなでしようかとか、いろいろなことがあると思います。子どもたち自身が、 人間関係や学級生活をより良くするために話し合って実践するこういった経験を積み重ねていくことが子どもたち自身が自ら生活づくりやまたはしっかりとした目標を持って生きていくことにつながっていきます学学級級外のないいさんもあると思います。そうした持ち上がりの学級さんの場合には「もっと仲良くなろうかい」とかまたは「何年生でも頑張ろうかい」などなど いろいろネーミングを工夫するのもいいんではないでしょうか。話し合うときに大事なことはもうこれです。ただ話し合うと、僕はこれがやりたいです。私はこれがやりたいです。というように、ただの意見発表会になります。そうではなく、提案理由や話し合いの目当てに基づいて話し合っていく。新しいクラスになって、みんなで楽しく遊んでもっと仲良くなりたいとか。 新しい係りを決めてクラスをもっと明るく過ごしやすくしたいなどなど子どもたちの思いを大事にしながら決めていくですから大切なのは何のために話し合うのかな何のために実践するのかなっていうことがしっかりとわかるようにすることなんですねまあ例えばドッジボールとか何かスポーツ系の集会をした先生経験もご自身もあるのではないでしょうかその時に 例えば得意なお子さんだけが活躍しちゃうとか、またはちょっと運動苦手だなっていう子が辛い思いをする。そんなことはぜひ避けてほしい。そうではなくね、みんながやってよかったなとか、話し合ってよかったなって思う。そういう学級会や実践にする。そして何よりも大事なのは、自分がやりたいではなく、みんなとやりたい。またはみんなでやりたい。みんなで作りたい。みんなで解決したい。 そういった学級生活の充実や向上につながるものをぜひこれから話し合っていただければと思いますまた学級の歩みこんなことがあるねとかこんなことやったねとかまた学級会でこんなこと話し合ったねなどのような足跡を掲示していく先ほど学級経営の中にえ環境経営の話をしましたけれどもこんな掲示物を作ることによって例えば ああこんなことやってきたね自分たちの生活がより良くなったねとか仲が深まったねとか何年何組で良かったなとかそういう子どもたちの思いが高まっていきますぜひこうした環境経営もね、えー、頑張っていただければと思います学級活動にはかっこ1とかっこ2とかっこ3っていうのがありますまあ、教科書がないので、えーえー、どういうのかなって ちょっと分かりにくいっていう方もいるかもしれません。ま、具体的にはね、学級活動の一。先ほど学級経営のところでもお話したような、子供たちの自発的、自治的な活動。つまり、学級生活がより良くなる。また人間関係がもっと仲良くなる。そういうために、みんなで話し合って、みんなで決めて、みんなで実践する。そうした自治的な力を育むもの。それと、 学級活動2、3といった、例えばえ上手な歯磨きとか手洗いとか、またはより良い人間関係、形成とか、かっこ3であれば何年生になってのような目標を立てる活動や、または学ぶことの意義、働くことの意義。なぜ当番活動をやるのかな当番だから。違いますよね。決まりや約束は何で守るの決まりだから。 そんなこと言うと先生に言っちゃうよ。怒られるから約束を守るのではありません。そうした自分の生活をより良くするために一人一人が自分が頑張ることを決めるそうした自己指導の力をつけるそういう学級活動もあります。こうした特質の違いについて先生方もぜひ、えー、分かっていただき指導していただく。でも教科書がないのでね特別活動はこうした、えー 指導資料といいうものを作っています例えば右側にあるように番書をつけてこんなふうにやっていくことが大事ですよとか合意形成するポイントはなどなど、えー、細かくね書いてあるので必要に応じて見ていただければと思います。それからやっぱり見ないとわからないんですよっていう先生方もいっぱいいます。なので今回こうししたた映映像像資資料料も作りました、まあ、映像資料については それはえば実際の話し合いの様子を示しながら、こんな風にやっていくんだなって子供たちが見て学ぶ。先生方もそれを見ることで、あ、こういうタイミングで助言するんだなとか、または、カッコ2やカッコ3の授業はそのまま授業で使える動画も用意しています。こうした映像資料は YouTube チャンネルから視聴できますし、国見のホームページからダウンロードもできるので、ぜひ見ていただきたいなと思います。 授業の例えばこうした流れ等も分かりやすく示しているので是非参考にしてみてください先生方子供たちが笑顔あふれる学級学校生活を子供と共に作るために学級経営の充実を図ったり子どもたち自身のそうした自発的自主的な活動の充実をこれから図っていってほしいと思いますこれで本動画は終わります